前回は、はい、食べてくれた。愛ちゃんが初めて訪れた冬の馬産地北海道。ベイビーさん、はい、嬉しい。メロディーレーンのお母さんにも初対面。普段経験できない貴重な時間を堪能しました。そして今回も岡田スタッド代表岡田真紀夫さんに馬産地の魅力を案内していただきます。今回は一体どこへ。真紀夫さん、こちらは、はい、どんな施設なんですか。はい、ここはあの芝馬で形容しているレックススタッドっていう、はい、あの牧場です。レックススタッド、はいはい、芝馬がいるんですか。はい、27と言います今。はい、こちらは岡田さんが代表を務めるレックススタッド。現在はスクリーンヒーローやロゴタイプなど合わせて27頭の種牡馬を管理しています。まず見せていただいたのは、おー、かっこいい。2016年第83代ダービー馬マカヒキ。8番サトノダイヤモンド、この合間を狙って3番のマカヒキ、先頭は8番。ダービーで見せた激闘、さらに凱旋門賞挑戦など9歳まで現役を続け昨年引退。さあマカヒキか。今年から種牡馬として新たなスタートを切りました。筋肉やっぱり今もすごいですね。この足とかもムキムキなんですね。ね、そして本当になんか競走馬というよりも種牡馬の体験になってきたんで。今年のあの金つけるのもあのダービー馬にしたんで格安で20万円だよ。めっちゃ安いでしょ。なんかもっと高い金額を聞いたことがあります。ちなみに日本での種付け料最高額はディープインパクトでおよそ4000万円。さらにはるかその上を行くのが20世紀最高の種牡馬と称されるノーザンダンサー。その種付け料は当時のレートでなんと2億円以上。もう走らなくていいっていうことになるんですよね。そうですね、種牡馬として成功する確率はかなり高いと思いますけどね。ディープでこの体でダービー馬でかなり走る子供出すはずなんで、100頭種付けして受胎が8割 で、ね、出産が7割って言われてるんで、タンク数が少ないとそれだけやっぱり活躍馬が出る確率低くなるんで。他にも2010年のダービー馬エイシンフラッシュや岡田さんがオーナーだった G1 馬スノードラゴン、はい、そしてマカヒキと同じく今年種牡馬デビューを飾ったオメガパフューム。日本競馬史上初同一 G1 4連覇の偉業を達成したダート界の申し子です。なんかもっとすごいムキムキで大きいのかと思ってましたね。ダート馬だからね、はい、そういうイメージなんだけどね。どんな性格の子ですか。これはおとなしいよね。覇気がないんじゃないかなってちょっと心配になるくらいおとなしい。この兄弟もうちにいるんですけど、実はこの馬が相当な能力の持ち主なんだとか。ということでオメガパフュームの弟がいる場所へ移動します。こちらはどういった施設なんですか。ここはですね、うちの岡田スタッドグループの、トレーニングの中心でやっているノルマンディファームっていう場所になります。はい、育成を始めるのがここなんです。へえ、はい、岡田スタッド育成部門の総本山ノルマンディファーム。1歳半頃までは生まれた牧場で暮らし、その後この場所へと移動、販路調教などデビューに向けた本格的な育成を開始します。ここで、デアリングタクトとかメロディーレーンとかタイトルホルダーとか、タイトルホルダーはここでね、本当にね抜けてました。あの世代で、あの2月の時点で、はい、あの一番先に15時間やってましたし、私の兄弟のやってたブックラットファームとかコスモビューファームの方で、あの対抗試合に持ってって、あの合わせ枠ちょっとあの能力の高さを示したくて、はい、あのそういうことまでやってましたね。現在およそ120頭の育成馬を管理、中でも
岡田さんが一目置いているのが、これがあのオメガパフューム、あれの弟で、あ、これはエピファネアなんです。おなかなかいいまで。こちらが先ほどレックススタッドで見学したオメガパフュームの弟、現在1歳9ヶ月です。どのあたりが違うんですか？見て、あの柔らかいですよ。ちょっとまだあの腰なんかも甘いところあるから、はい、これから良くなるっていう伸びしろが大きい馬なんですけど、はい、6月の遅い馬なんですけど、今の時点でここまで動けるのはすごいですね。いつぐらいにデビューになるんですか？あ、これは遅くしようと思ってます。あの能力のある馬は遅くするんで、兄オメガパフュームと比べても遜色ないと岡田さんのお墨付き。すると愛ちゃんがあることに気づいた。すごくないですか？うまい。キヨちゃんどこだった？うまい。ここだ。愛ちゃん、いつの間にか輪乗りの中心に。でもこうやってちゃんとくるくる一列で回るのっていうのも、あ、まあ、やっぱりそれなりにね、あの順次が進まないとなかなかね、よく順次されてます。しっかりもすごいです。順次ってわかります？順次ってわかります？順一わからない。愛ちゃん、順一ではなくて順次。馬の育成には欠かせない重要な言葉なので、早速岡田さんに教わりましょう。順次っていうのは要するに、はい、あの最初に馬を、要するに人間いきなり乗ろうとしても、うん、なかなか馬は暴れますから、嫌がりますし、もちろんクラウンつけたら帯を締める、胴に締める、その帯鳴らすだけでもやっぱりあの1週間近くかかりますから、それを鳴らしていくのを順次っていうんですね。生まれたての馬は人を乗せたりバグをつけることに慣れていないため、それを教え込む作業を順次と言います。競走馬としての基礎を教え、人と馬との信頼関係を築き上げる、とても重要なことなんです。ここにはいっぱいまだデビューを控えた2歳馬の子たちがいますが、はい、名前がまだ決まっていない子って、と、ここで愛ちゃん、馬の名前を付けさせていただけないかとおねだり。ほとんどの馬がオーナーが決まってるんで、ノルマンディオーナーズクラブってやってるもんですから、はい、そこの馬が大体50頭ぐらいいますから。そうなんですね。あと、まあ、私が使ってる馬がほとんどがあのオーナーと共有という形でやる、あの使ってるもんですから、ただその中で、まあ、共有にもしないで自分で使う馬っていうのも、あの最終的にまだ明け2歳で決めてないのがやっぱり10頭ぐらいいますから、まあ、それをもしもよかったら、はい、あの海藤さんなんか名前つけていただければ、はい、いいんですか？はい、はい、ありがとうございます。つけていただければ嬉しいです。みんなに愛されるような名前を、はい、岡田さんのご好意で愛ちゃんが馬の命名権をゲット。続報を乞うご期待ください。